高瀬舟、森鴎外。高瀬舟は、京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に、京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることを許された。それから罪人は、高瀬舟に乗せられて、大阪へ回されることであった。それを護送するのは、京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で、主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる大目に見るのであった。黙挙であった。当時、遠島を申し渡された罪人は、もちろん重い咎を犯した者と認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し、火を放ったというような、同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために、思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時、相対死といった常習を図って、相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて、入り合いの鐘の鳴る頃にこぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で、罪人とその親類の者とは、夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ繰り言である。護送の役をする同心はそばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らせで表向きの公共を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの太刀があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを、特に心弱い涙もろい同心が裁量してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白河落語校が聖兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。知恩院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を喜助といって、30歳ばかりになる住所不詳の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心、羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々を見受けるような、恩順を装って牽制にこびる態度ではない。正兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも、単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に細かい注意をしていた。
その日は暮れ方から風が止んで、空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが、両岸の土からも、川床の土からも、もやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは、辺りがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに、儀助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ているが、始終儀助の顔から目を離さずにいる。そして、不思議だ、不思議だと、心の内で繰り返している。それは、儀助の顔が、縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は、心の内に思った。これまでこの高瀬舟の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし、乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように、目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それに、この男はどうしたのだろう。遊山舟にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには、儀助の態度が、考えれば考えるほど、わからなくなるのである。しばらくして、庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。儀助、お前、何を思っているのか。はい。と言って、あたりを見回した儀助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それに、お前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体、お前はどう思っているのだい。儀助はにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすって、ありがとうございます。なるほど、島へ行くということは、他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらいところでも、鬼の住むところではございますまい。私はこれまで、
どこといって自分のいていいところというものがございませんでした。今度おかみで島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに、私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなにつらい仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから、今度島へおやりくださるにつきまして、200文の帳目をいただきました。それを、ここに持っております。こう言いかけて、儀助は胸に手を当てた。遠投を仰せつけられる者には、帳目200両を使わすというのは、当時の掟であった。儀助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも、現金で物が買って食べられるときは、私の工面のいいときで、大抵は借りた物を返して、また後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは、仕事をせずに食べさせていただきます。私は、そればかりでも、お上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それに、お牢を出るときに、この200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って、儀助は口をつぐんだ。庄兵衛は、うん、そうかい、とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛は、かれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので、家は7人暮らしである。平成人には輪食と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は、夫のもらう淵米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば、月杖になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは、夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは、所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛は、ご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に、折々波風の起こるのは、これが原因である。庄兵衛は、今、儀助の話を聞いて、儀助の身の上を、我が身の上に引き比べてみた。儀助は、仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな、気の毒な境涯である。しかし、一転して我が身の上を顧みれば、
彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違は、いわばそろばんの桁が違っているだけで、儀助のありがたがる200文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。さて、桁をたがえて考えてみれば、帳目200文をでも、儀助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかし、いかに桁をたがえて考えてみても、不思議なのは、儀助の欲のないこと、たることを知っていることである。儀助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得難かった職が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛は、いかに桁をたがえて考えてみても、ここに彼と我との間に、大いなる見学のあることを知った。自分の淵米で立ててゆく暮らしは、折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるに、そこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし、心の奥には、こうして暮らしていて、不意とお役が御免になったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見て、それは儀助には身に敬類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかし、それは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうも儀助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と、人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。核のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏み止まることができるものやらわからない。それを今、目の前で踏み止まって見せてくれるのが、この儀助だと、庄兵衛は気がついた。庄兵衛は、今更のように、驚異の目を見張って儀助を見た。この時庄兵衛は、空を仰いでいる儀助の頭から、豪光が差すように思った。庄兵衛は、儀助の顔を守りつつ、また、儀助さん、と呼びかけた。今度は、さんと言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が、我が口から出て、我が耳にいるや否や、庄兵衛は、この証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はい。と答えた儀助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は少し間の悪いのをこらえて言った。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。儀助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりました、
と言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたのかと自分ながら不思議でなりませぬ。全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして飢え小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにもなるだけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃の私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまない、すまないと申しておりました。ある日、いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた革の竹包みや何かをそこへおっぽり出して、そばへ行って、どうした、どうした、と申しました。すると弟は、真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができませぬ。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかい、と言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようよう物が言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれ、と言うのでございます。弟が左の手を緩めると、そこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。えがやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む、と言うのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目が物を言います。弟の目は、早くしろ、早くしろと言って、
さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう仇の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ家の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうということだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方を向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやり見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって、庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助は、こう言ってしまって、視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所で調べられるその旅ごとに、注意に注意を加えて、さらって見させられたのとのためである。庄兵衛は、その様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまっても、その疑いを解くことができなかった。弟は、カミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだ、とは言われる。しかし、そのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかし、それが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。庄兵衛の心の中には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大取り手に従うほかないという念が生じた。庄兵衛は
お奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちるものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ夜に、沈黙の人二人を乗せた高瀬舟は、黒い水の表を滑っていった。森鴎外作、高瀬舟。お相手は村上陽でした。ではまた。